なんだ。おう、赤座殿。なんで俺たちが呼ばれたんだろうか。おい、ビワ女。これはどういうことだ。え、無事？それが…ちょっと、なんで私まで呼ばれなきゃならないわけ？お前もか。俺と赤座殿、ダキと、あれ、ハンテング殿と玉子殿は？国志望殿も見当たらないな。あいつらには私が別の任務を与えている。ザン様、ムザン様、本日はお日柄もよく。黙れドーマ。お前は私が与えた任務を放って何をやっている。え、ちゃんとやってるつもりなんですけどね。だよね、泣き目ちゃん。え、泣き目ちゃんも無視？さすがの俺でも泣いちゃうな。嬉しそうに言うな、気持ちの悪い。先日加減を解体したことはお前たちでも知っているな。はい、存じ上げています。そこでだ、上限であるお前たちがどこまでの知識量を有しているのか実に興味深く思ってな。え、それって知って何か意味があるんですか？こいつ、無惨様に向かって何を言ってるんだ。ドーマ、お前は私にどうされたいのだ。粉々にして瀕死のまま日の当たるところに吊るしてほしいのか。いやいや、冗談ですって。それで何をなさるおつもりで。泣き目。はい、未来が見える能力を持つ鬼が人間どもが遠い未来でやっている格付けチェックという娯楽を発見しました。待って、未来が見えるって強くない？あ、それ聞いたことあるわよ。先のこと言っても娯楽しか見えない無能なやつのことでしょ。そうです。娯楽だけ見えて何になるんだ。ともかく、その格付けチェックとやらで上限の鬼の知識量を測るというのが今回集まっていただいた理由です。無惨様、私絶対無惨様のこと失望させませんから。頑張ります。はあ、こいつ牛太郎がいなくて大丈夫なのか。それでは始めましょう。組み合わせは男と女で分かれます。なんだと、ビワ女。まさか俺はこんな奴と組まされるのか。不愉快だ。こんな奴って、不愉快もひどいな。光栄の間違いだろう。うるさい、黙れ。コッパみじんにするぞ。おお、こわ。もしかして私はあんたと。上限の鬼ではございませんが、今回は私も特別参加ということで。そういうわけだ。分かったらさっさと準備をしろ。3秒だけ待ってやる。早っ。それでは最初の問題だ、ドーマ。これはどちらが少女の肉か当ててみよう。うわ、美味しそうな人間の肉。そうですね、見た目からしてもこっちだ。迷わず A の部屋に行ったわね。あの程度、上限の兄様にとって序の口では。常日頃から栄養価の高い女の肉ばかり食ってる趣味の悪いやつだからな。間違えて消えたらいいんだ、あんなやつは。あんた、あいつが間違えたらペアとして連帯責任よ。そんなことはどうでもいい。俺はあいつが嫌いだから。これ大丈夫なのかしら。どうだどうだ、絶対の自信があるんだけどね。チッ、ドーマ、正解だ。やったぜ赤座殿、俺正解したぜ。チッ、あからさまな舌打ち。仕方がない。次だ、ダキ。はい。
この着物、どちらが高級品か当ててみよう。わあ、こっちの着物、派手で素敵だわ。絶対こっちが高いに決まってるわよ。え、それは…いいね、いいね。さすが遊郭一の花魁。もう少し考えた方が。え、なんで赤座殿を敵チームに助言してるんだ？え、何？違う？お兄ちゃん、絶対私の勘が正しいって。兄も中から助言しているのか。ダキ、頼むからそちらを選ばず正解に。もう、大丈夫だって。私、B の部屋に入るわね。お兄ちゃんは心配しすぎなのよ。あれ、向こうで落としなかった？ダキ、不正解だ。なぜこんな問題もわからないんだ。ムザ様、違うんです。これはちょっと勘違いをして。もういい、次だ、泣き目。はい。どちらが高級な琵琶の音色か当ててみよう。かしこまりました。ラッキー問題さん。その前に、ダキが不正解だったため、お前たちはこうしてやる。藁の上って、泣き目ちゃん意外と似合ってるよ。この札、何か書いて、そっくりさん。琵琶女、同情する。ああ、では泣き目、当ててみよう。ああ、これは間違いなく A ですね。正解だ。部屋に入る下りなくなってるじゃん。無惨様も面倒くさくなったんだな。それでは最後、赤座、お前には青い彼岸花を探すよう言っているが、姫彼岸花と普通のものとの違いは何だ？え、あ、はい。A はこれだ。そして B はこれだ。B ですね。姫彼岸花は普通のものと比べて花びらが波打ち、小さいというのも特徴的です。その通りだ。ふむ、いいだろう。今回はこの辺にしておいてやる。感謝しろ。はい、無惨様。で、勝負は俺たちの勝ちってことでいいんですよね。ダキが間違えて、彼女らはそっくりさんですから。ちょっと。いや、お前のは問題が簡単すぎた。そしてお前はいつも以上に調子に乗っている。故にこうしてやる。え、あれあれ、俺透けてる？透けてるどころか消えてるけどな。お前は一晩そのままだ。以上だ、散れ。ちょっと赤座殿、これなんとかならないかな。うるさい、さっさとどこかに行け。お前、いい加減にしないと無惨様に本当に消されるぞ。そんな冷たいこと言わないでさ。あと数時間だろうが。でも、どうも無惨様。無惨様、貴様はどうしてわからない？姿が見えないということは、暗闇から人間を襲いやすいも同然。それすらもわからないなら、お前はこうだ。え？やつの気配が消えましたが、どこへ？無限城に吊るしておいた。当分はあのままだ。なるほど。赤座、お前にはそれなりに期待している。もっと私のために働くことだ。ギョイ、ちょっと、俺いつまでここにいるの？
無惨様があと100回召集をかけたら解放だそうです。ええー、上限の召集なんて珍しいのに100回だなんて。無様な姿ね、上限の2が。ダキ、泣き目ちゃん、そんな薄情なこと言わないでさ。召集です。上限の2様はこのままで。ええー